上には出るやんのか。ああ出れるわ。出てみよう。せっかくやからちょっと外の空気も吸いたいですね。ここはスーパーか。へえ。食料品店入ったのやな。大丸なんや。おお。出たら。あ、すごい。わあ。結構、あ、寺町京極なんや、この辺りが。へえ。あ、でも西京極とはまた違うのか。はあ。西京極はだいぶもっと数違うところにありますよね。大丸があって。あ、すごい。いろいろあるな。あ、外出るとすごいわ。一大繁華街じゃないですか。嵐山に来るやつもあるし。ここ曲がるとか。これはかなり無理ゲーな。ああ、入ったか。すごい人がいっぱいやな。あ、ほや町通り、へえ。いろいろとなんか変わっとるんだな。変わっとるもんな、今初めて歩くか、こっちは。ああ。こっちの方角で合ってますよ。あれ？すごいなぁ。イルミネーションとかも綺麗ですね。ちょっと色が変わるんや。へぇ、ちょっと奥入ってもなんかありますね。阪急連絡口。もう一つ南の方に、いやだっけ。ちょっと南に行ったところなんですよね。地下鉄の駅は。へぇ、これで柳の馬場。あ、読めねえわ。京都の地名は読めやんわ。この辺りは高そうですよね。ちょっと値段か、いい値段かかりそうな感じの店がいっぱいありますね。結構混んでましたね。ウェンディーズ昔はね、鈴鹿にあったんですけどね、なくなっちゃいましたからね。一回あの日本から撤退しちゃった時にね、ライザーがあるんや。ゴルフ専門なんや。大丸や。あ、すごいですね。やっぱ草原ですね。で、ここまで来たけど、これで阪急河原島駅やろ。あ、ってことは一つ南の方行きゃいいんや。こっちから行かしてもらおう。お、一本筋入ると静かですね。ただ時間はね、気をつけとかんとね、1時間も切ってますからね。まあ歩いて行ったって、こっから京都駅やったら1時間かからんはずやと思いますけど。ああ。東西南北あったんやろな。あ、でも烏丸の方になってましたからね。東西南北は大丈夫やと思うけど、思うんやけど、何せ初めて歩くからな。ただ京都はね、何せね、5番の目になってるからね、そこら辺は分かりやすい。何これ、うな丼が100円引き。1480円安いや。へぇ。今日は楽。へぇ。京都ですね。いやぁ。やっぱ京都は、いやでも、今日はちゃんと、京都でも、お手頃なところをやりましたね。ナムなんやね。ナムって、南か。あれ？いや？
南は N か。え、あ、面白い通り。結構明かりがある。20キロ制。おお。まあ、車であんまり入りたくない感じの細さですよね。橋本。これ関係ないよな、大須の橋本とは。同じ、ああ、違う。全然また違う感じですね。大須の橋本はあれですよね、ステーキ屋さんのね。あそこは和食屋さんって感じやったかな。今のところは。安心親と。そう、本当やったらね、ちょっとゆっくり休んでっていうのも考えたんですけどね、私、そういえばね、月曜日はちょっと朝一でね、四日市で用事を入れとったことを思い出しましてね、しまったと。まあ、予約取る前に気が付いたんでよかったんですけどね、バスの往復のチケットをね、間違えて取っとったら、あれは、これはちょっと、大問題になっちゃいますけど。どうも便の変更とかできないみたいですかね、一回予約をしちゃうと。どうなのかな。一応何かあった時にはそのあたりをちょっと参考さんとかに問い合わせをいただいたらいいのかなとは思います。よいしょ。創業明治元年、これでもおかしな話なんですけどね、逆算ですけどね、多分明治って名乗り出したんって明治4年ぐらいからのはずですからね。そう。おぉ、ピカピカや。ウーバーイーツっぽいね。ここ自転車は大丈夫なん？大丈夫っぽいですけど。人通りが増えとるし、こっちの方で合ってそうやな。あ、これで烏丸通りってなっとるな。もうちょっと暗くなってるから、あんまり画面映らなさそうやけどな。京都だとチャリンコの方がやりやすいのかな。ちょっと郊外だったら単車の方のが画前にやりやすそうですけどね。行動半径広まりますからね。はいはいはい。これでいい感じで綾小路やったんや、今の工事が。ちょっと南に行きゃいいんだよな、多分。これ間違えてたらやべえんだけどな。あ、でも京都タワーがこの前に見えるでしょ？だから最悪、京都の駅の方には行きますよ。間違いとっても。この辺り分かりやすくていいですね、京都。まだ烏丸になってますから、こんな。まあ、白いな。ああ、松屋か。そっか、京都ですからね。あ、出た。地下鉄四条駅。これだ。これでいいんだ。ってことでね。もう一駅ですけど、乗ってこ。ということで、とりあえずこれで、四条駅まで来ましたよと。あ、サイゼリアもあるんや。とりあえずこれで、駅間散歩にしちゃおうかな。京都河原町から四条ってことで、ね。微妙なケースでずらすっていうのがね。コツなんですよ。単に適当に歩いとるだけとも言えますけどね。時間かな、今47分。まあ、この後阪急ホテルってなっとるから、あ、阪急じゃない、京阪ホテルってなっとるから、駅から南側行ってすぐですよね、多分。まあ、とりあえず無事に京都市営まで来ましたよと。京都駅まですぐやんね。こんな感じでもね、京都こんな感じやね。気になる。まあ今日はもっと車は京都に取ってみましょう。八条ですからね、この間ぐらいのここで。京都を南のすぐところだと思いますからね。よし。あ、てか、ちょうど7条がここの筋やから、9条で、間この辺りが8条だから、8条がど真ん中なんだな。そういうことかな。適当
ーに喋ってますけどね。よし、シェイチカテキちょっと IC カードがチャージしとくでしょうか。ここってトイレどこにあるんや。まあ本当に毎回毎回トイレを探す山田さんですけど、そこか、あそこだ。よしよし、はい、こっちに。